はい、まず本日からリトアニア、ベルギーを訪問して、NATO 首脳会合、そして日 EU 定期首脳協議に出席をいたします。先日の G7 広島サミットにおける成果でもあります、分断や対立ではなくして、国際的なこの協調に導くべく、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を同志国との間において、堅持をしていく、こうした連携を確認する機会にしたいと思っています。NATO 首脳会合においては日本と NATO の連携協力を新たな高みに引き上げるべく、この日 NATO の協力文書をこれ発表したいと考えています。そして日 EU 定期首脳協議においては、経済安全保障など幅広い分野、また、地域情勢についても連携を確認したいと思っています。そして合わせてこの機会を捉えて、韓国、ウクライナ、リトアニア、ベルギーなどとの2国間会談、そして AP4 の首脳会合、バルト3国の首相との会合なども行うことを考えております。そしてお尋ねの日韓首脳会談の議題については、今余談をもって申し上げることは控えますが、ユン大統領との緊密な意思疎通を通じて協力をさらに進める機会にしたいと思っています。なおこの大雨への対応ですが、昨日この現地に入るなど早急に被害状況を把握すること、また地方自治体とも緊密に連携をし、災害応急対応に全力で取り組むことなど、必要な指示を行いました。私の出張中も臨時代理であります松野官房長官、そして谷防災担当大臣を中心に、自治体とも緊密に連携しながら対応を継続していきたいと考えております。以上です。